アリクイの歯は何本あるでしょう。こちらの動物はオオアリクイ、アリを食べるよ。どうやって食べるかというとね、こちらはアリの巣でアリ塚って言うんだけど、アリクイはこのアリ塚を鋭い爪で壊すんだ。すると巣を直そうとシロアリが集まってくる。それで集まってきたアリを食べるんだ。アリクイは60センチもある長い舌を持っている。この長い舌をアリ塚に差し入れてペロッと舐めとるんだ。1分間に150回も舌を出し入れすることができるんだ。早いよね。ところでこのアリクイ、口の中に何本の歯があるでしょう。答えは0本、1本も生えていないんだ。補足、アリ塚はアリやシロアリの巣、泥と唾を混ぜて作られてるよ。シロアリはアリの仲間じゃなくてゴキブリに近い仲間なんだよ。今日も見てくれてありがとう。またねー。